こんにちは大野圭介です今日はですね、クリートの話です。クリートをどこにセッティングするべきなのかということで、えーとまあ、ビンディングペダルを使ってロードバイクを、えー、をで走るっていうことが多いと思うんですけど、えー、とそうすると、えー、と靴のシューズの裏にクリートというものをくっつけます。でそのクリートのセッティングって、えーと、かなり自分でする方が多いと思うんですよねで。その時にどういうところにつけたらいいのかなということを話してもらいます。でロードバイクのセッティングって、 えとまあ、あのプロのフィッティングのいろんなサービスしてくれる方がいるんですけどそういう方にお願いするとかってあると思うんですけどあのクリートってこうあの消耗品だったりもして、まあ、付け替えとか結構自分でやったりするっていうことが、えー、あると思うんですよでそういう時に、えーまあ、同じところにつけるっていうのも手だし、まあ、ちゃんといろいろ考えてここだなっていうふうに場所をちょっとずつ自分でいろいろ良くしていくっていうこともできる。 ですね、でそういう時にどこにセットするのがいいのかなということを話してみます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、つける方法なんですけど、まず1つ目、とりあえず母子球ということで、これ結構昔から言われていることです。で、これ、確かに僕もやったことあるんですけど、まあ、割といいかなという感じでした。はい。で、こういうことですね。えっ、ー、と、母子球にクリートのペダル、だからクリートというか、あの、まあ、ペダル、まあ、クリートを、 あのまあ、シューズにつけるんですけど、まあ、結局そのクリートガチャンとペダルにつけるのでその時のペダルの軸の真上に自分の母子球が来るようなところにクリートをつけるというそういうものですはいでちょっとこれを先に持っていきましょうはいでこれ何でつけるかっていうとやっぱり母子球の辺りで、まあ、人間っていうのは地面を 踏むと、まあ、立っている時とかあの走る時歩く時っていうのは母子球で、えー、地面に力を加えるので、えー、じゃあ同じように母子球の近くにペダル軸を持ってくればその方が一番ちゃんと踏めるよねってそういう、えー、と発想ですね、えー、でこれはあの、まあ、やってみて僕も、えーまあ、割と失敗しないしまあまあいいところかなという感じがしますでやっぱりその,あの踏むとか歩くとかっていう日常的な動作と割と近い 感じがしますで、これやっぱりあの最初にえっ、ー、リーニングペダルをつけてみるっていう時には、えーと、ここにつけるのが結構いいんじゃないかなと思いますね。かなり自然な感じで、全然違和感がなく、えー、とつけられました。はい。で、まあ、基本は母子球に合わせるっていうことと、まあ、あとその、まあ、これのまあ、近い発想で、まあ、母子球、えー というよりは母指球と小子球って、これ母子球って親指の付け根で小子球って小指の付け根なんですけど、この母子球と小子球を結んだあたりの線でえまあ人間でこう力を加えるのでまあ母子球だけに合わせるっていうよりはまあ全体的に合わせるためにまあ母子球と小子球をまあ線でピーって結んでその線のまあちょうど真ん中ぐらいにペダルの軸を合わせるっていうそういう方法ですね。ただこれは発想としては一緒です。 人間の足で一番力がかかりやすい母子球のあたりにペダルの軸を持ってくるっていうそういう方法です。まずこれが一つ目ですで。この付け方をしている人はかなり多いと思います。まあ、最初は僕もこっちでした。今は、えー、ちょっと違うんですけど、こっちにしてますね。なるべくかかと寄りにセッティングするというものです。はい、でこれ、あの、えー、っと、これちょっと調べても、なかなかその、えー、っと、一番最初の語源というかに、に たたどり着かなかなったんですすけどあの深い位置っって言ったりするんで,す、ね、でなんかあんまりこれ良くないなって言うんですけど深い位置まあこれかかと寄りのことを深い位置って言ったりしますでえっ、ー、と足の、えー、と足の位置を説明する時に深い位置っていう言い方をあの聞いたことがなくてあの、まあ、このロードバイク関連のことで深い位置にクリートをセッティングしようとかって言われた時に。 最初、深い位置って言われたときに僕、つま先寄りのことだと思ったんですよね。だって、ペダルを漕ぐときに、つまり一番深いところまでペダルを押し込むには、つま先の方にクリートがあれば、ペダルが一番自分から遠くまで行くじゃないですか。まあ、だから、そっか、つま先につければ深い位置なのかなと最初思ってたんですけど、どうやらいろいろ調べると、深い位置っていうのはかかと寄りのことを指すらしいです。多分これは こういう深い位置っていう言い方をするのはロードバイクだけなんじゃないかなまあ専門用語に近いようなものだと思います、まあ、だからなんかこういうちょっとよく分かりづらい言葉を使うよりはまあ単純にかかと寄りって言えばあの誰にも通じるじゃないですかだからなんか僕はあまりせんあのなんかわざわざあのこういう専門用語を使うよりはまあ誰もが知ってる言葉で説明した方がいいと思うのでかかと寄りと <laughs> いうことをあの。 言ってます。でかかと寄りにつけるということを今やってるんですね。で、これなぜかというと。えっ、ー、と、これは一言で言うとまあ、ふくらはぎの負担を減らします。ということなんですね。はいで、これはなぜかというと。まあ、当然力がえっ、ー、と足の力とかお尻の力がまあ、足。 つって、えっと、ペダルに行くまでに、まあ、絶対足首とかを通るじゃないですか。で、その時に足首とペダルが近くなりますよね、この、かかと寄りにクリートをセッティングするってことは、足首からペダルまで近くなるので、その足首を支えるためのふくらはぎの筋力が少なくて済むわけです。これが、つま先寄りにもし、あのクリートをつけると、こう、足首がかなり強い力で、耐えてくれないと、しっかりペダルを踏めない。 ということになるので、じゃあそうじゃなくて、かかと寄りにクリートをつければ、えーまあ、しっかり足首、耐えられますよね、という,そう,いうことですで、えー。こうした方がですね、えーとまあ、ペダリングをするときに足が変に、えー、ふわ潰れたりふ潰れたりっていうかその、潰れるっていうのは、筋に、えー、ペダルを踏もうとする力に足が、えー、耐えられなくて、こう曲がってしまうということにならなくて、えー、しっかり耐えてくれる。 しっかりペダリングができるようなそんなことになるので僕はこの方法でクリートをセッティングしています。今実際持っているシューズの中では2足シューズ持っているんですけどどっちも一番かかと寄りにセッティングをしていますでそれでやっぱりしっかり踏める感じがするのでこのセッティングになっています。 はい。ということで、えーと、クリートについてセッティングをしました。まあ、セッティング方法として2つ、母、まあ、子球あたりということと、あと、かかとよりのセッティング、この2つについて話しましたで。クリートってロードバイクの中でも、まあ、自分でセッティングを変更することが多いところだと思うので、まあ、ここについては、どういうセッティングをしたら、どういうふうになりやすいとか、そういうことが分かってるといいと思いますので、まあ、ぜひ、えー、自分でも考えてみてください。では、この動画を終わりにします。ありがとうございました。